なるほどなるほど。まあそうだね、18歳っていう年齢の時だとね、難しい、悩むことなのかもしれないな。うん、マンキーズ出るかな出るかな。さっ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 さ。もしもし。もしもし。あ、こんばんは。こんばんは、小栗旬です。どうもはじめまして。はじめまして。マンキーズって呼べばいい？あ、はい。マンキーズでいいの？あ、まあ、じゃあ、みずほ。みずほ。で、はい。オッケー。呼んでください。みずほは今、18歳？はい。で、今年の4月から大学生になったばっかり。そうなんですよ。大学受験はどうだったの？大変だった？大学受験は高校から、つながってるところに行ったんで、内部でも試験はあったんですけど、でも、まあ、なんとか。なるほど。はい。あと、どのくらいでお父さんの転勤は始まりそうなの？早ければ10月ぐらいなんですよ。10月。はい。でも、まだ確実に決まったわけじゃないんで、なんとも言えないんですけど、お父さんは今まで転勤が多かったりした人なの？はい、多かったです。なんか私が中学の時もイギリスに5年間転勤で、イギリスに4年間ご、はい、へえ。ちなみにみずほはさ、じゃあ、はい、もう結構英語は喋れるの？日常会話程度なら喋れるんですけど、そんなに得意な方ではないです。で、今実際どんな感じ？本当にどうしようって感じ？はい、もうなんか本当にどうしていいかわからなくて、なんかどっちかっていうと行きたいとか、どっちかっていうと日本に残りたいっていうのが全然なくて、すごい悩んでます。なるほどね。日本の友達とかはどんな感じなの？はい、高校の時の友達とすごい仲いい子がいて、それでその子たちとは結構頻繁に会ってるんですけど、大学はまだ始まったばっかりなんで。そうだね、始まったばっかりだもんね。はい、そっか。まあ、みずほの人生だからね、最終的には自分で決めるべきだと思うけど、俺はおすすめするね。本当ですか。まあ、これはもう俺個人のことだけどさ、やっぱり、まあ、俺はね、英語が勉強したいっていうのはすごくあるから、いつだって海外にしばらく行っていいって言われたら、もういつだって飛び出すつもりだけど、まずさ、やっぱりその、イギリスにいた時期があるじゃない？はい。そうそう。イギリスっていう国の人たちのやっぱり文化とか考え方っていうのは絶対あるんだよね。はい。で、次はアメリカでしょ？そうそう、そこにはアメリカの文化と考え方っていうのはきっとあるんだよ。それを日本人のみずほが、そういう機会でね、自分から作ったわけではない機会で手に入れることができるっていうのは、俺はね、素晴らしいことだと思う。それはさ、絶対その先の自分にとっての財産になる。日本で勉強することもすごく大事だと思うけど、でも多分学校で習う勉強っていうのはどこの国でも同じだけできると思うんだよね。だから、あとは友人とかってことになると思うけど、それこそさ、そうやって日本に残ってもいいよって言うんであればね、例えば、お父さん、これもし行ったらどのくらいの転勤なのかな？多分5年ぐらい。5年ぐらいで、最低でも3年以上だと思う。そうか、だとしたら行ってみて、本当に肌に合わなかったらさ、とりあえず大学は休学っていう形にして行ってみるっていうことも可能じゃない？プライベートでアメリカに行ったことあんの？あれ、ないです。一度もなくて、なんかどんなところなのかなってすごい気になってて。はい、そうだね。でもきっとお父さん仕事で行くからさ、はい、そんなに田舎ではないでしょ？そうですね、ニューヨークなんですよ、行くとしたら。都市だったらいいんじゃないかな。みずほの感覚も多分すごく、こう、俺もさ、ニューヨークっていう街に行くと刺激的だなと思うからさ、すごくね。多分そこに住めるなんてもう俺からしたら羨ましくてしょうがないよ、本当に。でもこれは結果僕の意見だから、すべてをそう思わないでほしいなと思うけど。でもま
かなかないチャンスですもんね。そうだね。住めるなんて。うん。いいじゃんいいじゃん。もう超ガタイのいいアメフト部の彼とか作っちゃえばいいじゃん。アメリカ行って。いいと思うよ。人生長いからさ、まだ18歳だったらさ、ね、俺もそうだけど。はい。うん、なんか未知のトライっていうのは しとくべきだと俺は思うな。はい。うん。そうですね。うん。まああとはね、ご両親とちゃんと相談して。はい。うん。うん。ありがとうございます。うん。なんか行きたくなってきました。お、よかったよかった。でもそれで、はい。やばい、絶対行ったら後悔するかもって思うならもう一回ちゃんと考えてね。はい、よく考えます。うん、おいおい、うん。そしてね、今日こうやって、はい。繋がれたわけですから、はい、何かおぐしに聞きたいことがあったら、あ、聞いてください。はい、なんか最近大学も始まったばっかりで、うんうん、なんかいろいろなんかストレスとかもあったりとかして、うん、でなんかつい悲観的になってしまったりするんですよ、うんうんうん、でそういう時になんか元気を出す方法みたいなのってありますか？そうだな、うん、どんなことで悲観的になっちゃうの？なんか例えば、うん、例えば、友達関係とかでなんかちょっとしたこととか、うんうん、あとは、バイトとかで失敗したりとかで、うん、なんか本当にちょっとしたことなんですけど、うん、なんか今までにないくらい、なんか、落ち込んじゃったりとか。なるほど、なるほど、うん。まあでもきっとね、そういう時期誰にでもあるからね。はい。うん、あれだけど、そういう出来事が起こったことを、マイナスなイメージじゃなくプラスな方に持ってくっていうね、ことが大事なんじゃないかな。ポジティブシンキングですよ。ポジティブシンキングですか？うん。はい、あ、こんな失敗しちゃったけど、逆にそれで私こんなことに気づいちゃったっていうことを探せばいいと思うしさ。ああ。うん。友達とこんなことで喧嘩しちゃった。でももしかしたら、今これをするっていうことが必要だったのかもしれないとかさ。ああ、うん。そういうふうに考えると意外と楽しくなると思うよ。あ、まあ、俺はそういうふうにやってる。うん、そんな感じよ、うん、まあとりあえず明るい未来が待ってると思うよ、いっぱい。いろんなことにチャレンジして、いろんなことで傷ついて、うん、楽しい生活を送ってください。はい、ありがとうございます。いい。じゃあどうもありがとうね。今も頑張ってください、お仕事。うん、うん、俺も頑張る。はい、ありがとう。もしね、なんか発展とかさ、自分の中でこんなことが決まりましたとかっていうのがあったら、また番組の方にメール送ってください。あ、はい、わかりました。待ってますから。はい。どうも、じゃあ今日はありがとうね。はい、ありがとうございました。うん、じゃあ最後まで聞いてね。はい。はい、バイバイ。失礼します。